セカンドヒット川崎今は岡澤慎之介選手どうぞ。そして兄弟のもう一人とした予選サードヒット川崎県様は柳沢秀樹選手どうぞ。さあそして予選4番ヒット川崎県4番は小川京介選手どうぞお入りください。予選5番ヒットです。川崎県5番は木村隼人選手どうぞお入りください。そしてそして2名からですね、素晴らしい走りを見せてました。勝ち上がりました。カーゼッケン6番ですね、長島大輝選手、どうぞお入りください。さあ、以上、この精鋭6選手がですね、ジュニアツーリーダースの、チャンピオンを目指して10分間走りますね。皆さん、観戦の方、よろしくお願いします。それではね、コースのスポーツをお願いいたします。1コース、3コース、4コース、5コース OK です。4コースも OK です。はい、全車完了して終わりました。ご協力いただきましてありがとうございます。それでは行きましょう。ジュニアツーリングクラスの決勝 A メインスタートいたします。さあちょっとトップでやっぱり接触してしまった。これはトップ2は柳沢兄弟だ。さあトップ走るのは、秀樹選手です、ね、そして2番手が吉安選手、はい、さあ兄弟対決が早くも一周いただく繰り広げられます。そして2番手は風邪には小笠原慎也選手と3番手木村選手、4番手柳沢吉安選手、5番手長島大輝選手、6番手小川京介選手のオーダーレース開始から40秒後のジュニアツーリングクラスの決勝組。さあこの走り見てください。大人は顔負けの素晴らしいテクニックを見せています。さあいずれもね、総時代の手の皆さん小学生のドライバーですね。みんな未来のミックスアップになるですね、トップドライバーに成長すること間違いなしというところだ。さあ各選手素晴らしい全車、トップの選手11秒台から12秒台のランプを刻んでいます。その中でもファーセスは風景1番、トロブシャの柳沢吉田選手11秒09までランプ上げてきた。ピンクレロマシン現在3番で走行中。トップは現在風景3番、兄弟の柳沢秀幸選手が現在レースリーダーですね。さあ2番手変わった柳沢吉安選手が2番手、トップの秀幸選手を追っていく展開。3番手に小笠原選手、4番手木村選手、5番手古賀選手、6番手長島選手。さあレースの方は1分50秒を経過したところ、トップは川崎県様柳沢秀幸選手。蛍光ミドルのマシンは現在バック後ろから右セクションはちょっと接触があった模様、前方にバックマーク配置したい。さあ蛍光ミドルの車はトップの車ですよ。はい、うまく抜いていきました。そして2番手柳沢吉安選手がだんだん強いですが、その差2秒。さあ兄弟対決だ、兄弟対決トップと2番手。さあここでトップ変わった、柳沢吉安選手が前に出た。そして秀樹選手はそのすぐ後ろ、蛍光オレンジと蛍光イエローのマシンがトップ2、柳沢兄弟がワンツーを固めています。3番手には
番小笠原慎雄選手、4番手に木村選手、5番手長嶋選手、6番手小川選手。さあ東大対決、再び柳沢秀幸選手ですね、秀幸選手が前に出た2番手吉安選手。さあ実績ともにほとんど互角ということでしょうか、この兄弟。さあ現在バックスの2名が突破争いだ。ちなみにお兄さんはすでに GT クラスで、ね、代表権を、去年ですね、ファイナルチャンピオンシップ、お父さんの方も、ね、ファイナルチャンピオンシップ、家族4人でですね、このミニスカート毎年楽しんでいただいております。さあ時間の方は残り6分30秒となっています。さあ秀幸選手は現在レースリーダー風景様の蛍光イエロー、2番手吉安選手は結構オレンジの足ですね。そして小笠原選手は3番手。走行時間はおそらく残り6分になります。さあ上位3台は20周年を走行中。さあ柳沢吉安選手出た、10秒860、ついについにジュニアツリカスで10秒台手にしておりました、10秒860。さあ秀幸選手の差が詰まってきたぞ、 0.7 秒。バックセンターが右回収、そしてコース中央に入った。さあ3番手の小笠原選手はどこを走っているかな。はい、コースで、左セクションですね、2番のパネルで操縦しているその方が小笠原選手で3番手。そして4番手を走っている川崎5番木村選手、はい、木村選手はですね、操縦で向かって左側3番目のところですね、赤いフェラーリエント、現在左セクションを走行中。そして、現在5番手を走行します川崎6番の長嶋大輝。さあ操縦で向かって一番左手のところですね。さあそのマシンは現在コース中央で、さあ BMW にアトリアスが入ったグリーンの車、現在フェイセが入った。そして現在6番手走ります風景4番の小賀京介くん。さあそちらがあって1番手の黄色技術の男の子ですね。さあ小賀くんの車は現在コース中央部、ブルーのボディに蛍光イエローのリアウィングのマシンですね、現在バックスで向かうマシン。さあいずれも精鋭の6名ですね、大人顔向けの走りを見せています。中でも2番手走行中の吉安選手10秒860というですね、ベストラップを刻んでいる。そして秀幸選手は19秒160、こちらもベストラップを出てきた。さあ再びトップ争い、秀幸選手対吉安選手、中央部から左セクション、兄弟対決かなり熾烈です。さあ前方の、小笠原選手はすでに周回遅れになってしまうよ。さあトップ争いは現在左セクション、さあ刺したがまだ刺してない、走行時間はもなく残り3分50秒になります。さあ再び抜き返した秀幸対吉安、どちらかというのかしらですね、共に実力がほとんど互角、そしてうまい。さあ今度は川崎県3番秀幸選手が前にいた、しかしまだまだ分かりませんよ、残り時間3分30秒。さあちょっとこれミスがあった、また急接近してきました吉安選手。さあ共に4番手の応援しております。3番手は川崎の小笠原選手、4番手に川崎の6番長嶋選手、5番手ここ隙間選手、6番手ここ選手、トップ争いはバックスライドが右回収です。残り時間3分です。さあいい勝ですね、兄弟対決で行われています、このジュニアツリーで決勝入り。さあこれトップが再び変わった吉安選手。さあトップのマシンの黄色、ピンク色のマシンと黄色マシンですよ。さあこの2台が来ましたら、皆さんシートの方開けていただきますようお願いいたします。できる限りで結構ですのでね、できる限りで結構ですので、ちょっとシートの方で少し開けてもらえると、幸いです。走行時間残り2分30秒です。さあ再びこの兄弟急接近だ、トップ争い。
さあどっちが勝ってもおかしくない、この両方で、さあ再びこれでさトップが変わったらまたこれ見せ、さあ走行時間まもなく残り2分になります、まもなく残り2分、さあレースの方いよいよ終盤戦に入った、40周目 0.2 秒差この試合、さあ柳沢秀幸選手が前に出ました、おっとここにまたまた急接近、さあ走行時間残りまもなく1分30秒、あと10秒後で30秒です、さあ素晴らしい好バトルですね、さあアウトが抜いていった、さあ残り時間まもなく1分15秒、さあバックストレートを締めたがまだ抜ききれない、さあここでまたミスがあった、さあこの2台好バトルを得ております、柳沢兄弟吉田対秀幸、現在前を走るのは吉安選手、そして追う展開の秀幸選手、走行時間残り50秒、共に45周をクリアしてきました、まもなく残り時間40秒、3番手には小笠原選手、4番手長嶋選手、5番手木村選手、6番手古賀選手、さあこの6名の選手でいずれも素晴らしい走りを演じております、走行時間まもなく残り20秒になります、まもなく残り20秒、残り時間15秒、まもなく残り5秒になります、さあ時間はこれ10分経過しました、5コース1コース5 6コース5 2コース5 3コース5レース続行中です、はい全車ご利用いたしました、ジュニアツリーカス見事優勝はポール組カズキ1番柳沢芳康選手、おめでとうございます、そして第2位惜しかった柳沢秀幸選手、はいおめでとうございます、そして第3位は小笠原慎也選手、おめでとうございます、さあ全車に私だけがいますので送信機とマシンを預けてコースマーシャルの方へお願いいたします、走行者の方でも結構です、コースマーシャルのご協力をお願いいたします、